あなたの生年月日と名前を入力してください。リナと相性が良いと愛情値が少し増えます。ごめんね、リナは嘘ついたの。ここはどこだ？なんか静かな気持ちになれて居心地がいいな。愛に包まれてるからよ。愛？そう、愛よ。あなたは愛に包まれたことはないの？わからない。でもこんな気持ちを感じたことはない。一番大切なものを見つけられずに死んでしまったのね。俺は死んだのか？そうよ。はい、これは事実です。死んで愛を手に入れるなんて嫌だ。え？俺は俺の手で愛を見つけるんだ。もう無駄よ。嫌だ。俺は俺の手で一番大切なものを見つけるんだ。しょうがないわね。期限は6日間よ。見つけられる？見つけてみせる。いってらっしゃい。ただし最初に出会った人と愛を見つけるのよ。わかった。彼女の愛を得ていくと、この愛情メーターが増えていくわ。彼女の心の中を覗くにはこの矢を使うのよ。愛情メーターは減少しすぎないように気をつけてね。ゼロになればあなたは天上界へ戻されるわ。忘れないでね。
どうして来てくれないの？一緒に海を渡りたかったのに。誰を待ってるの？俺の声は聞こえないのか？俺が見える？俺が見えないの？どこ見てんだよ。怪我はない？あなたがやったの？そうみたい。危なかったな。あいつ何も知らないわよ。あんたこそ何もんよ。俺は分かんねえ。分かんないって何よ。だから自分が誰だか分かんないの。過去の記憶がないんだから。何それ。まあいいや、危ないとこ助けてくれたし。サンキュー。じゃあね、バイバイ。バイバイって俺は帰れないんだよ。どうして？どうしてって、俺は愛を探しに来たから。愛って？俺は本当の愛を探しに来たんだ。バカじゃないの？何がバカだよ。だって本当の愛なんてあるわけないじゃん。じゃあね、バイバイ。バイバイって俺は君から離れられないの。どうして？
どうしても。君歌手なんだ。人に覗かないでよ。あ、ごめん。頼む。しばらくここにいさせてくれ。なんで？それは。なんで私があんたをそばに置いとかなきゃいけないの？それは愛を探しに来たんだよ。もっとマシな理由思いつかないの？仕方ねえだろ、本当なんだから。なんか変なやつだろ。こういうやつがそばにいると退屈しないぜ。まったく。それじゃあ何、ずっとそばにいるつもり？うん。そんなのやだよ。着替えとかお風呂とか。そうそう、トイレとか私が気づかないからって覗くつもりでしょ？覗かねえよ。そんな男に見えるか？だって見えないもん。意地悪言うなよ。わかった。今日助けてくれたお礼だよ。その代わり、このベル鳴らすまでそこに来ちゃダメ。約束できる？わかったよ。はい、じゃあ出てって。おう、バイバイ。バイバイ。これが今日の私。今ここにいる私が本当の私。明日の私も好きでいてくれる？これからも一生懸命歌うので、みんな応援してくれる？お疲れ様でした。さっき何これ？コーラ。コーラはコーラでも私はダイエットコーラがいいって言ってるでしょ。すいません、すぐ買ってきます。こりゃいじめだよ。どうしたの？ いじめとかって聞こえたような。空耳でしょ。早く行ってきて。はい。勝手に覗くなって言ったでしょ。黙っててもダメよ。さきは霊感強いんだから。だってなかなか呼んでくれないから。
私だって忙しいの。アイドルだから。スーパーアイドルだから。ちょっと聞いてんの？そうか、スーパーか。で、どう違うんですか？もういい。でも、さっきの態度、良くないと思うな。私は悪くないもん。人間、反省しなくなったらおしまいだよ。人間じゃないあんたに言われたくない。ちゃんと聞いてんの？お化けだって言いたいの？もう嫌。すぐ傷つくやわなやつ。あ、リナさん、ビッグニュースです。あんたにとってビッグニュースは私にとってバッドニュースだからね。本当にいいニュースなんですから。プロデューサーの下月さんが曲をくれるって。嘘。嘘じゃありません。いくら積んだの？積んでません。信じらんない。どっちでもいいけど。歌ってくれますよね？歌うに決まってるでしょ。残りはあと5日よ。失礼します。よく来たね。コーヒーでも飲む？はい。じゃあここに座って待ってて。かっこいいな。俺もミュージシャンになりたいな。睡眠薬？どうして？まさか。リナちゃん、ありがとうございます。リナ、飲んじゃいけない。そのコーヒーには睡眠薬が入ってるんだ。俺を信じろ。嘘じゃない。やめるわけにはいかないの。バカ野郎。大丈夫？大丈夫です。あ、どうして？あなたには分からないわ。分からないよ。こんなこと分かりたくもない。これでいいのよ先生。
私にいい曲書いてくださいね。必ずね。ふざけんな、何がいい曲だ、やってらんねえよ。だがなんてやつだ、人が親切に危険教えてやったのに。冗談じゃねえ、畜生。綺麗だな。もう愛を見つけることは諦めたの？迷ってるんだよ。あなたが愛を見つけられるかどうかで今天国すっごい盛り上がってるの。こんな終わり方神様納得しないと思うけど。どうせ金でもかけて暇つぶしの俺のこと笑ってるんだろ。そうよ、あなたが成功するのにかけた人は1割よ。ショックですか？しょうがないよ、あいつに愛なんてあるわけないもん。あなたは彼女に愛をあげたの？どういうことだ。愛はもらうものじゃない、与えるものなのよ。畜生。リナちゃん、リナちゃん、かわいいよリナちゃん。やめろやめろ。リナ、お前は何を考えてるんだ。リナ、リナ、今の俺の力ではお前の心に入り込むことはできないよ。何をそんなに堅くなに隠しているんだ。何グズグズしてんの？早くしなさいよ。リナちゃんが大変なんだ。この間楽屋にいたばけ。まだリナさんにつきまとってるの？そんなことどうでもいいだろ。早く中行って助けろよ。どうでもよくない。いくら前世でリナさんのファンだったとしても、もうあなた死んでるの。あっちに帰りなさい。今はそんな話してる場合じゃないんだ。いいから行けよ。行けったら。信じてあげる。もし嘘だったらただじゃおかないからね。
しょ。どうしろってんだよ。何がどうなってんだよ。リナさん、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 リナさん。はい。リナさん、どういうことですか。何が。何かって、もう下崎さんカンカンですよ。知らないわよ。知らないって言っちゃった。もう曲もらえませんよ。しょうがないじゃない。そんなことばっかりやってるとね、もう誰も相手にしてくれなくなっちゃいますよ。私にどうしろっていうの。そんなことは僕は知りません。あとは自分でかけてください。いいですね。ここを開けよ、開けば。勝手にしろ。あ、いった。バーカ。どうして私の話をちゃんと聞いてくれないの。まだなんかよ。リナちゃんには僕がついてるよ。誰。僕だよ、僕。あんたなんか知らないわよ。勝手に人をつけ回さないで。せっかく慰めてあげようと思ったのに。ドアを開けてよ。何してるのよ。僕が優しく慰めてあげるよ。やった。リナが呼んでる。リナ。あの男は玄関にいる。え。誰もいないじゃないか。誰もいないよ。そう。ついでに言っとくけど、余計なことしないで。私に構わないで。ありがとう。わからないよ、君が何を考えてるのか。別にいいよ、あんたに分かってもらえなくたって。それにしても驚いたな。何がよ。ヒット曲の裏にはあんな駆け引きがあるなんて。うるさいな、ほっといてよ。俺にはリナを放ってはおけない。放っておいてほしかった。私だって決心して言ったんだよ。なのに。どうしてそこまで。
あんたに言ったって分かんないわよ。俺はここに喧嘩をしに来たわけじゃない。どうして私を助けたの？どうしてって、君の歌は俺の心を揺り動かした。本当？だから分かんないんだ、どうしてこんなこと。もっともっとヒットする曲が歌いたかった。どうしてもヒットする曲。そう、誰？ルビー。友達？うん、どっか行っちゃったけど。どっか行っちゃったって？会いたい？わかんない。残りはあと4日よ。確かこの辺りでお花の配達をしてるって聞いたんだけど。咲ちゃん、このままじゃ拉致が開かないから俺上空から探してみるよ。分かった。あなたルビーの顔分かる？写真は見たんだけど。じゃあルビーらしき人を見たら私に映像を送って確認するから。分かった。サクちゃん、見つけたよ。違うな。ルビーちゃん、見っけ。似てるけど、ちょっと違う。この子でどうだ？違う。あ、この人でしょ。違う、その人じゃない。しっかり探してよ。ルビーちゃんでしょ。この人ルビーさんよ。やったね。見つけた。
ルビーを見つけた。元気？元気だよ。楽しそうだった。笑顔の可愛い子だね。どこにいるの？横浜の元町の花屋にいる。会いに行く？わからない。どうして？ルビーは私に会いたくないかも。なんで？それは。そうだったのか。俺、何も知らないで。行こう、リナ。ルビーのところに行こうよ。何してるの？ほら、早く。いけない。今の私にルビーに会う資格なんかないもん。資格なんているのかな。え？話して。あなたは彼女に言いたいことがあるはずよ。リナも行けない。どうして？自分のこともルビーのことも勝手に決めつけてる。相手の気持ちは会ってみないとわからないだろう。そうだよね。分かった。行ってみる。それがいいよ。聞こえるよ。あんたの声が聞こえるよ。本当？ルビー。
どうしたの？やっぱり私会えない。どうして？あの頃より立派になった自分の姿見せようよ。ルビーかっこいいね。かっこいいよ。どうしたの？ルビーはしっかり自分の足で立ってる。でも私は。そんなことないって。そんなことあるよ。だって私笑えないもん。いや笑ってる。ステージで歌ってる時、リナはいい顔して笑ってる。勇気を出せよ。うん。リナ、久しぶり。リナ、どうして？会いたくなって。私はもう会いたくなかった。ルビー、ルビー、待って、待ってよ。何しに来たのよ。何しに行って？もう私とあんたが住んでる世界は違うんだよ。どうして？どこが違うの？そんなことも分かんないの？分かんないよ。分かんないわよ。そんな、だからリナが嫌いなんだ。リナは私の気持ちなんか全然分かろうとしないんだ。だからリナの歌は嫌いなんだ。私はあの時リナにさよならしたんだから。もう私を探さないで。ちゃんと言わなくていいの？ルビーの分まで頑張ってきたんだろ。そう思ってた。だけど今の私は全然ダメで。ダメって？
ゃあね。ルビー、ありがとう。よかったね。何が？何があって、その花言葉知ってる？知らない。何？夢を諦めないでだよ。頑張るぞ。ユウ、ユウったら聞こえないの？ユウって俺？そう。なんだよ急に。だって名前のない友達なんて。ユウ、ユウね。開けて。何これ、だっせ。またあの男かしら。警察に行った方がいいんじゃない？何度も言ったの。でもダメ。少女趣味。気持ち悪い。読んでみようよ。でもなんだか薄気味悪い。何かあいつの手がかりがわかるかも。警察に電話した方がいいよ。警察に電話しても無駄だよ。僕の可愛いリナちゃん。そう、怖がる顔も可愛いよ。取るようにわかるんだ。いつでもそばで君を見つめてるから。笑っておくれ。あそこよ。あそこからあいつが見てるんだわ。わかった。ここにいろ。お前にリナは守れない。邪魔するな。
リナちゃん、君とずっと一緒にいたいんだ。助けて、どこにいるの？誰もお前を助けられない。助けて、リナ！助けて。嫌だね。お前は俺と一緒に死ぬんだよ。リナ、俺に捕まれ。力があるなんて。すごいね。見て。どこまで行くの？約束の日まであと2年待ってるよ。必ず。私どこに行けばいいんだろう。マホロのところ。でもマホロの曲歌いたい。歌いたい。とってもとってもその気持ちがあればなんとかなるって。そうだね。ありがとう。綺麗。です。2枚目を入れてください。残りはあと3日よ。
私鮎川里奈って言います。鮎川ってあの歌手の？はい。突然のことで驚いていらっしゃるかもしれませんが、話だけ聞いていただけませんか？どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。で、話って？私、中学の頃から真帆さんの大ファンで。それで私、真帆さんの歌聞いて泣いたり笑ったり、真帆さんの歌が大好きなんです。ありがとう。で、私、真帆さんの作った曲が歌いたいんです。勝手な言い分だとは思ってます。でも歌いたいんです。ダメですか？あなたはなぜ歌うの？なぜって、どうしたらいい？簡単じゃないか。リナにはたくさんのファンがいるんだぞ。私はファンのみんなに夢や感動を与えたいから歌うんです。それはちょっと綺麗事なんじゃないかしら。他にかっこいい答えなんて思いつかないよ。そんな、それじゃ来た意味ないじゃない。リーナ。何？今の自分の気持ちを正直に伝えるんだ。わかりません。わからない。はい。私、下月さんに体を許してもいい曲もらおうとしました。え？でも友達は間違ってるって。私、忘れちゃったんです。毎日歌っているうちに忘れちゃったんです。本当、忘れちゃうのよね。ねえ、私の曲はあなたに何を伝えたのかしら？何をって、聞いてるうちにもう忘れようって思ったり、もう一度頑張ってみようって思ったり。そう、あなたは今何を伝えたい？何をって、あなたの伝えたいことを書いてきて、そしたら曲を書いてあげる。やってみます。ダメ。考えれば考えるほど何を伝えていいかわからなくなっちゃう。ねえ、いる？ねえ、いないの？まったく、どこ行っちゃったのよ。
リナを知れば知るほど苦しくなる。リナに触れたい、リナの手を握りたい、唇を感じたい。あなたは残酷だ。リナが呼んでる。どうしたの？どうしたのじゃないわよ。どこ行ってたの？どこって、リナの邪魔して悪いと思って。邪魔なんて言ってないじゃない。すいません。あんたって優しいのね。そうでもないよ。ねえ。何？私、何を伝えていいのかわからない。何をか。だって今は今で幸せなんだもん。まほろさんに忘れちゃったって言ってたよね。思い出してみたら、思い出せるよ。いや、失いかけたリナの良さを思い出さなきゃいけないんだよ。ユウも一緒に探してくれる？うん。どうしたの？俺はいつも一緒だよ。だけど。だけど？俺は一緒にいても何も感じられない。感じられないんだ。そんなことない。私はユウを感じたよ。違うんだ、違うんだ。何が違うの？一緒に空を飛んだ時、俺はリナのように風を気持ちいいとは感じられなかった。潮風をいい匂いとは感じられなかった。私だからダメなんだよね。勝手なんだよね。私の体貸してあげる。ごめん、立ち聞きして。ねえ、私の体を使って。さっき君に憑依すると、俺は君の心のすべてを見てしまう。心のすべて？そう。いいのかい？いいよ。ありがとう。行くのが嫌で、家を飛び出し東京来て、渋谷でプータローやってる時リナさんに拾われた。拾われた？そうだよ、そうだよ。もうどうなってもいいやと思って、転落人生歩もうと思った時、リナに拾われた借りを返すために。違う、違うんだよ。何が違うの？自分の心を探してる。
リナさんが好きなんだよ。心？そう、いい心も醜い心も。わかるよ、優しいんだな。そんなことない。そんなことないよ。そんなことないよ。リナなんか甘ったれてんじゃねえよ。金がねえんだよ。そうだね、君には甘えてる。ふざけるなって疲れんだよ。ふざけるなって疲れんだよ。しょうがないよ。何がしょうがないんだよ。だって何がしょうがないんだよ。リナは君が好きなんだよ。冗談じゃないぜ。君は嫌いなの？助けて。助けて。セーブ OK です。残りはあと2日よ。まだいたんだ。だってまだ行く道が見つからないからね。私を分かるの？恋は変えられないからね。変えられないか。何か変わった？全然、相変わらず朝は右から左、夜は左から右に歩いてるよ。いつまでここにいるの？
さあね。リナ歩き出してみてどう？わかんない。歩き出したのかもわかんないよ。そんなことない、リナはちゃんと歩ってるよ。誰？さっき、私の良き理解者リナ。リナレズなの？そんなことないよ。彼に会えたの？彼って？リナの初恋の人。会えたの？会えなかった。会いたかった？会いたかったよ。ならどうして会わないの？どこにいるかわかんないの。探してあげる。いいよ。探しちゃダメなの。どうして？サキちゃん、人には言えないことだってあるんだよ。言わなきゃいけないことだってある。周りの景色は変わっても何も変わってないね。変わらないんだよ。変われないのか。変われないか。リナは変わらなくちゃいけないよ。そう、リナは歩き出したんだから変わらなくちゃいけないんだよ。そんな暗い顔しないで遊ぼうよ。楽しもうよ。そう、今のリナは座ってる場合じゃないよ。リナは素敵になったよ。頑張れよ。瞳は？私はもう少し悩んでみるよ。そう。ねえ、私の歌聞いてね。聞いてるよ。素敵だよ。ダメ、全然気持ち入ってない。素敵です。お客様、あなたに言われてもしょうがないの。よくお似合いです。素晴らしい。ドキドキします。もういい、違うの着てみる。なんかパンツ系の折れ筋持ってきて。あ、それからこの子にもね。オカマになった気分だな。何着よう。この際楽しまなくっちゃ。これ、あれ着てみようかな。少々お待ちください。赤くなってんの？恥ずかしいんだよ。クリーム、そうだ、大変長らくお待たせいたしました。お待たせいたしました。
よくお似合いですわ。カジュアルな感じですね。あんたレズのどこが悪いの？私たちは心で結びついてんの。少なくともあんな男よりよっぽどマシだよ。ヒロシ！ダッシュ！かっこいい！なに？大丈夫？痛い？うん、痛い。痛いよ。ごめん。ごめんね。気持ちいいね。気持ちいい。都会の嫌なこと全部忘れるね。あ、お参りしてこう。した？いい歌歌えますようにって。知ってる？
ここは芸事の神様らしいよ。じゃあ歌うまくなる？あ、そうだ、お賽銭。お賽銭。やだ、万札か一円玉しかない。お金じゃないよ、気持ちだよ、気持ち。でも、ご利益ありそうだから、頑張って1万円。あ、でも帰りの電車賃がなくなるから、やっぱり1円。やっぱ1円。油断大敵。じゃあもう一度。でも帰りの電車賃がなくなるから、やっぱり1円。ナイスキャッチ。俺ってすっげー反射神経、前世はスポーツ選手だったのかも。ほら、ご神めせ、かしこみ、かしこみんまおす。どうしたの？大丈夫？いけない。お払いのせいだ。あなた、とても愛してる人がいるんだ。はい。今でもその人を愛してるのね。はい。なのに、どうして彼に心を許さないの？あなたは彼に伝えなくてはいけないことがあるわ。彼を信じて。彼のすべてを信じられる？彼のすべて？そう、怒りも喜びも悲しみも。わからない、あまりに遠すぎて。遠くはないわ。だって覚えてるでしょ。はっきり覚えてる。リナ、
ありがとう、付き合ってくれて。俺の方こそ逆に迷惑かけちゃったんじゃないかなって。そんなことない、楽しかったよ。感じたよ、優の温かさ。でもそれは咲が体を貸してくれたからかな。そうじゃなかったら感じられないのかな。寂しいよ。もっともっと優の温かさ感じたいよ。心はどうして感じられないの？冷たい手、手の冷たい人はね、心があったかいんだって。感じる？あったかいよ。心が痛い。どうして手が触れただけでこんなに切なくなったり、こんなに悲しくなったりするんだろう。ずっとこうしてて。リナ、キスしてもいいよ。え？キスしよう。ダメ、ダメよ。どうして？お願い。分かって、お願い、許して。出てって、許して。出てって、ダメダメダメ、お願い。ダメ、出てって、出てって、ダメ
私の心は覗かないで。俺たちは一つになれるよ。ごめんなさい、自信がない。俺は君の全てを受け入れられる。嘘だわ。俺を信じて。あなたの何を、何を信じろっていうの。お願い、私を苦しめないで。自分から逃げるなよ。あなたには、あなたには見せたくないの。結局リナは俺のことが信じられないんだな。そうじゃない。私の汚れた心を見ないで。ごめん、ごめんな。俺はお願い、悲しまないで。逃げないで。俺は俺こそこんな形でリナの心を見落として。ユウ、そんなに自分を責めないで。俺こそ、傘汚れてるんだ。帰って。お願い、出てって。はい。涙が出るの。悲しいから、悔しいから、寂しいから。どうして。帰ってきて。Thank you.
そんなに悲しそうになるんだよ。リナ、好きな人と何があったんだ。なぜ彼に会わないんだ。なぜ彼を探しちゃいけないんだ。俺は知りたい。私は逃げてる。逃げてるって。私、嘘をついたの。嘘。好きな人を裏切っちゃったの。聞かせて。7歳の時、好きだった彼と海に出ようってイカダを作ったんだ。でも私、急に引っ越すことになって、イカダに火をつけて燃やしちゃったの。どうして？彼が他の子と、そのイカダに乗るのが嫌だったから、彼に嘘ついたの。泣いて、誰かが燃やしちゃったって。彼は笑ってまた作ればいいって。それから会ってないの？うん、10年後にここでまた会おうねって約束したのに。Thank you.
それがあの海岸だったのか。ありがとう、聞かせてくれて。俺には思い出も何もないから、リナに聞かせてあげられるものは何もない。俺も何か語って聞かせたいよ、リナだけに聞かせたい秘密を。バカ、そんなこと言わないで。ユウと私だけの思い出作ったじゃない。そうだね、今の俺にあるのはリナとの思い出だけだ。バカ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 、帰ってきて。うるせえ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 、どうして俺は死んじゃったんだろう。リナ、思い出したよ。私思い出したよ。新しい歌歌えそうだよ。見つけたのね、私も忘れてしまった気持ちを。ごめんね、嘘ついて。ありがとう、頑張るからね。最後の一日よ。まほろさん見てくれたかな。大丈夫、焦るなよ、リラックスリラックス。今日で6日目か。どうしたの？いや、あと15時間。何？今度は優が元気ないみたい。そうだな、ごめん。
ね。踊ろう。え？あ、これじゃあダンスできないね。踊ろうよ。やらかんで。ビバ！上がったボタンにタイミングを合わせて操作してね。光った時に同じボタンを押してね。遅いね。うん。ダメだったのかな。そんなことない。うん。そんなことないよね。来た。早くプリントアウトして。うん。
したの？ティナ、俺はもう帰らなくちゃいけないんだ。どうして？今日の12時までの約束なんだ。そんな、もう行かなくちゃ。やだ、行かないで。リナを忘れたくないな。そんなこと言わないで。忘れないよ、きっと。リナ、ありがとう。ありがとうなんて聞きたくない。行かないで。ずっとここにいて。リナ、ここはとても暖かいね。それはユウの心だよ。ユウがくれたんだよ。リナもだよ。リナも俺にくれたんだよ。二人じゃなきゃできない。さよなら。リナ、いい歌だね。愛を見つけたようね。どうしたの？愛を見つけたけど、今の俺は彼女を愛せないじゃないか。帰りたい？帰りたいに決まってるだろ。返してあげる。え？私、あなたを間違って死なせてしまったの。そんな、ひどいよ。だから返してあげるって言ってるじゃない。本当に？早く行かないと帰れなくなるわよ。やばい。それとお詫びに大事なこと一つ教えてあげる。本当は運命変えちゃいけないんだけど。早く教えろよ。門が閉まっちゃうじゃないか。リナちゃんに危険が迫ってる。危険？そう、もう一度リナちゃんのことを助けてあげなさい。わかった。ここはリナのコンサートか。
リナ。でも、もう俺のことわからないんだろうな。あいつ！やめろ！どけ！逃げ道はないぞ。あれ？あ
私の歌？そう、オールドフレンド。みんなに聴いてもらいたい曲があります。私の憧れの人、まほろさんが書いてくれた曲です。私、今日からまた違った道を歩き始めます。聴いてください。